はい、坂本です。今回は股関節の痛みが治らない人でこういった運動をしている人は今すぐやめるべき理由と対処法を実践していきます。股関節の痛みを治すためによく運動してください、筋肉を鍛えてくださいと言われることがあるんですが、それで良くなっている人であればいいんですが、多分ほとんどの人が効果が出ていないか、もしくはやることで痛みが逆に強くなってしまっているという人も多いんじゃないかなと思います。そしてなぜこうなってしまうのかというと、これにも理由があって、そもそも筋肉鍛えてくださいと言っている理由のほとんどが骨が変形しているから周りの筋肉を鍛えてくださいということで言っているわけなんですね。でも実はほとんどの人の股関節の痛みの原因はそもそも骨ではなく筋肉であることが多いので、鍛えたとしても全く効果が出ないということになってしまいます。しかも残りの1割程度の本当に骨の変形が原因で痛みが出ている人にも、実は筋肉を鍛えたところで別にこの骨が毎回毎回ぶつかってしまうのを止めることには全くならないので、結局意味はない、ただトレーニングして強引に動かして骨をよりぶつけてしまっているだけ、こうなってしまう本当に無駄な行動になってしまっているわけなんですね。なのでですね、股関節の痛みとなった時には運動ではなくて実は筋肉を柔らかくしていかなければいけない、こういったところをですね理解してもらった上でですね、じゃあ特によくやってしまう運動を続けると体はどう悪くなっていくのかということと、股関節の痛みを解消するトレーニングをやっていきましょう。はい、じゃあ今からですね、よくやってしまう運動を続けるとですね体はどのように悪くなっていくのかということなんですけれども、まずよくやる代表がウォーキングですよね。でこれ股関節が悪い人がやっていくとどういう風になっていくのかというと、最初この股関節が痛いわけじゃないですか、まあ、どっちが痛いのかとか両方痛いのかというのは人によりますけれども、ここを良くしようと思ってウォーキングを開始するわけですよね、まあ、でも良くなることはなくてですね、むしろ悪くなっていく。じゃあどう悪くなっていくんですかというとですね、よくあるのがですね、反対側が痛くなっちゃったっていうケースですね。これは当たり前の話なんですよね。だってこっち痛くてこっち守りながらウォーキング行くわけですから、かかってくる力がこっちになるんで反対側が痛くなってくる。しかもこっちは良くならない。つまりウォーキングしたせいで片方だったのが痛みが両方になりましたっていうのがですね、これがよくある悪くなっていくパターンの一つですね。あとよくあるのはですね、膝も痛くなっちゃいましたとかですね、太ももも痛くなっちゃいましたっていうようなケースですね。これもねよくある話なんですけども、股関節が痛いわけですからこっちにかけるっていうのもあるんですけれども、ここに力を入れたくないわけですよ。でもこっちの足もウォーキング行くと使わないといけないってなったら、ここに力をかけたくないけど足に力を入れないといけないってなってくると、ここら辺にですね力を入れるようになってくる。そうなるとここだけじゃなくてこういったところもですねどんどん痛くなっていくという風なことになっていきやすい。これがウォーキングしてる人のですねよくある痛み方の2つ目になります。そしてここからなんですけれども、股関節と関係あんのって思うかもしれないですけども、こっから下のどっかに痛みが出てくる。例えばふくらはぎが痛いとか横が痛いとかですね、足首痛いとかですね、こういったところに何か症状が出てくるというのもよくあるんですね。そもそももう股関節が痛い時点でまともな歩行なんてできないんですよ。まともな歩行ができない時点で歩きに行くと体重をかけた時に左右にブレまくるし、しっかり前後にも体重移動ができないので、左右にブレた時に足首はこんな風に毎回グニャグニャ動きますし、前後にもこのようにグラグラ揺れるとふくらはぎやすねのところにもですね凄まじく力がかかっていくんですね。こんな状態でずっとウォーキング続けてたら、そらこういったところにも痛みとかですねだるさとかですね、あと毎日足がつるのが止まらなくなるとかですね、こういった症状ももちろん当たり前のように起こってきます。なのでこういったウォーキングはですね痛みが出てるのにやるのは間違いということです。そして次ですね、2つ目がですね、まあ、これもウォーキングと似てるんですけれども、よくやるのがスクワットですね。このスクワットはですね主にこの前側を鍛えに行くような運動になります。なので、まあ、この膝から下とかですね、こういったところにはあまり症状を出しにくいですけれども、ウォーキングよりですね負荷が強いので、この運動をやりすぎると元々あった股関節のこの痛みがですねウォーキング以上に痛みを強くさせてしまう可能性がかなり高いです。筋肉って硬くなればなるほど痛みの強さというのも上がっていきます。そしてウォーキングより圧倒的に
負荷が強くて筋肉をギュッと縮めないといけない、このスクワットをですね何回も繰り返すというのは、もともと硬くなって痛くなっている股関節をさらに強烈に固めていくことになるので、痛みも強烈に強くなっていきやすいです。でこれもさっきと一緒なんですけれども、もともとこっち痛い人がスクワットして逃がしながらこっちにこんな感じでスクワットとかしだすと、こっちがですね痛くなってくるとかですね、これも結構よく起こるような症状の一つになります。なので痛いのにスクワット頑張るなんて間違ってもやってはダメということがですね、これで分かってもらえると思います。そしてですね、次がですね、ここお尻ですね。股関節痛いっていう人で結構お尻痛いっていう人多いと思います。横から後ろにかけてどこが痛くなるかはその人によって微妙に違いますが、ここ痛くなる原因はお尻の筋肉が弱っているから痛くなってるんじゃなくて、硬くなってるから痛くなってるわけなんですね。でもまあ大体がですね、弱っているからお尻を鍛えてくださいと言われるわけですよ。でやらされる運動がこうやって横向きになって、こんな運動とかですね、こういう風にお尻を鍛えるような運動をですねやりましょうっていうことになるんですけども、もうこれやるとアウトですね。これはまあスクワットと同じ理屈ですけれども、もともと硬くなってお尻が痛くなってるのに、さらに自分で鍛えてもっと筋肉を固めていく運動をしていくと、お尻の痛みっていうのはもっと上がっていきます。となると自分でせっかくこれも頑張っているのに、自ら自分の体を痛めつけていく方向に進んでいくので、この代表的な3つですね、特にやってる最中とかやった後痛みが強くなる人とかはですね、もう絶対にやらないようにですね、まずは筋肉を柔らかくしていくということをですね意識していってください。ということで今から筋肉を柔らかくしていくトレーニングをやっていきましょう。はい、じゃあ今からやっていきます。まずこのように椅子かですね床、どちらでもいいんで座ってもらって、でこの股関節の前側ですね、で動かすときに特に痛いとなる部分は大体の人でここっていうのが分かってると思います。なんでそこの真上にですね親指もしくは手のひらをこのようにグッと真下に当てて30秒押していきます。分からない人はこのウエストのあたりにですねポコッと出た骨があります。ここから指1本分下ですね、ここあたりに親指を押してそのまま真下にですね押してください。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。グーッとですね真下に押してください。痛い場所が分かっている人はその上にですね指を当ててこうやってグッと押すんですよ。それがここら辺ぐらいの人だったらここら辺を押す、ここの人だったらここ、ここの人だったらここという風にですね、人によって場所は違うと思いますけど、その上を押してください。真下にですね。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。両足痛い人は次反対の足やってください。片方だけの人はもう一回同じ場所行きましょう。じゃあ行きましょう。反対の人はこっちやってくださいよ。でですね、じわーっとぐーっと押し続けてくださいね。途中で離したりとか揺らしたりとかしないで、ぐーっと真下に押し続けてください。じゃあ次はですね、このテニスボールを使っていきます。別にテニスボールじゃなくても押せるものだったら何でもいいです。それをですね、お尻のですね、いつも痛くなる場所とか硬さを感じる場所をですね、真下に置いてそのまま体重をテニスボールに乗せていってください。これで30秒キープです。これもですね、特に場所がわからないという人はですね、お尻のちょうどど真ん中あたりに置いてそこに体重を乗せていってください。これで30秒2セットですね。今からいきましょう。これが横側の人はですね、こうやって横に置いてこういう風に乗せてくださいね。寝転がってやってもらっても構わないですからね。でテニスボールに体重を乗せていければいけるほど効果は強くなるので、最初は痛いかもしれないですけれども、慣れてきたらですね、ちょっとずつこのように乗せていってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。でこれもですね、両足痛い人はですね反対の方向やってくださいよ。で片方だけの人は同じ場所をもう一回やってください。これも別にこんなのグリグリとかしなくていいです。どん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 ちょっとずつですね、テニスボールに体重をかけていく意識を持ってください。じゃあ次はですね、壁とかに手をついてもらって、この状態で足の力を抜いて
前後に大きくこのように足を振っていきます。しっかりここを動かしていきましょう。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。できるだけ力を抜いてですね、大きく動かしてください。同じようにいきましょう。これも痛い足が片方だけの人はですね、同じ足をもう一回振ってくださいね。両方の人はですね、このように左右振ってください。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体づくりに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。